はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはソードアートオンラインラストリコレクション、魂情熱だから命の物語っていう、ね、なんだろうな、この言い切りっぽいやつは。まあいいや。はい、ということでラストなのかな。ソードアートオンラインって PS4 とか後にスイッチに移植されてって結構山ほど出てるけどラストなのかな。魂情熱だから命の物語、魂情熱だから命の物語ってことですね。思考の AI アリスを生み出すために作られた世界アンダーワールドに最後の時が迫る。最終負荷実験、それは終わりの始まり。人界と、ダークテリトリーを隔てる門が開き、今まさに戦争が始まろうとしていた。その時幼い少女を連れた暗黒騎士が門の向こう側から飛来する。世界が終わると自分が死ぬの、何が違いがあるの。彼女は決して変えることができない悲劇の運命に終わりをもたらす厄災なのか。キリトがいたら、ユージョがいたら。ゲームオリジナルのウォー・オブ・アンダーワールド編が描かれる、まだ誰も知らない物語が始まるということで、ここに画面がいっぱい出るのかな。で、アンダーワールド負荷実験。アンダーワールドと最終負荷実験。多くの AI が暮らす仮想世界、アンダーワールドが今、戦火に包まれようとしていた。最終負荷実験、AI の進化を促すために、戦争という極限状態を作り出す。この世界の終わりの始まり。このままでは、人界、人界とダークテリトリーの間で、アンダーワールド全土を巻き込む対戦が始まってしまう。キリトたちは、迫り来る悲劇の運命にどう抗うのか、ということで。まあまあ、キリトが出るって分かればいいや。で、アンダーワールドの地図、円形部分が人界、人界、その周りがダークテリトリーを表している。ということはダークテリトリーだらけなのか。で、人界、人界、分かんない、読み方教えて。ダークテリトリー。アンダーワールドの西側に存在する人間たちの世界、キリトたちの活躍により冷酷な支配者アドミニストレーターから解き放たれ平和が訪れたかに見えたが、でダークテリトリー、人界人界の、外側を囲む広大な地域、過酷な弱肉強食の世界であり、人間と4種のアジン族がそれぞれの領土を支配しながら暮らしている。人界人界とは敵対関係にあり、全面戦争の機会を虎視眈々と狙っている。あ、伺っているかな、これは。はい、で、で、これはいいのか。じゃあ一回戻って、で、キャラクター2人いるな。あ、2人だけニューなのか。勇気ミト、モア、まあ、当然キリトがいるんでしょう。キリトがいないと始まらないよね。たとえどんなことがあっても俺は剣を振るう。さまざまな仮想世界で黒の剣士として活躍した少年、最高司令アドミスニストレーターを倒して人界人界に平和をもたらしたのもつかの間、最終負荷実験へ直面。とある事情から新たな黒き衣をまとい、アンダーワールドを救うため再び剣を取るということで、まあ、キリトをプレイヤーが操作するんだったら、まあ、それはあり。ということで、まあ、それ以外のキャラクターはどうだったかな？いつものキャラかな？あれ？何やろ？よし。あ、で、これが、あれ、もう一回。あれ？もう、まあ、いっぱいいるよ、いつものキャラいるよって感じですね。いつものキャラいるってことは、いつものエピソードもあるのかな。まあ、どんどんわかんなくなってく
わからん。ということ。結構やってんですよ、僕。ソードアート。途中でやめちゃうけど。はい。で、プラットフォーム。パッケージは PS5 と PS4 かな、これは。2023年10月5日発売で、パッケージ版ね、PS5、PS4。通常版が7700円プラス税。ラストリクレクションエディションが12800円プラス税。あと、電撃スペシャルパックとか、両方の通常版と限定版の電撃スペシャルパックがあって、あと、10周年メモリアルエディションっていうのがあるということで、まあ、通常ね、普通に売ってるのは、普通に店頭行ったら売ってるのは通常版と、ラストリコレクションエディションだと思います。思いたい。はい。あと、まあ、いろいろ出てると。で、ジャンルが RPG で、セロシーで1人、オンラインで1から4人ですが、ここら辺はもう変わんないんじゃない？スイッチが入ったらね、ちょっと変わってくんだけど、あんまり、この辺は、で、これ Windows は関係ねえや。こっちか。PS4 と PS5。まあ、だいたい PS5 の方がいいテレビ使ったらよく見えるよね。終わり、みたいな感じかな。はい。PS4 だと、あ、フレームレートが30と60の差もあるんだ。これは結構大きいんじゃないですかね、人によっては。はい。ということです。まあね、ソードアートオンラインは PSP ぐらいの時代からかな。で、PSP ビータで、で、途中から PS4 に移って移植がスイッチで出て、っていう流れが来てたんで、もしかしたらこれも1年後とかにスイッチで出るのかもしれないけど、ねえ、スイッチは結構後追いで結構いろんなの出てるんですよ。PS4 で出たやつとか。うん。だけど、まあこれも、でもそう、これがラストだとするとなんかもうこのラスト、ね、なんかラストをみんなが散々終わった後にスイッチに出るって考えるとちょっと寂しいから、まあ遊びたい人は今ね、PS4 や PS5 でこの、今このリアルタイムに行ってるラストっていうのをね、体験するといいんじゃないかなと思いますが、僕、でも毎回結構ね、ゲーム内容変わるから、そのオンラインゲームを設定にしてるけど、まあオンラインゲームの今入ってるところが毎回違うのかなとか、いろいろね、変なことを考えたりはするんですけども、まあ今回も多分だいぶ違うんでしょうね。うん。まあ、はい。まあ、ね、まあ原作付きのものだし、いつものキャラクター出てるってことは、やっぱりこう、どっちかっていうそのオンラインゲームのプレイ感覚っていうよりは、アニメのこのなんだろう、こう、キャラクター、いつものキャラクターの会話とか、そっちの方にこう楽しみがいくゲームなんじゃないかなっていつもやりながら思ってるんだけど、だからついていけないんだけど、まあまあそういう、そっち方向の楽しみ方をするゲームなのかなっていうふうに思ってはいます。はい。で、ソードアートオンラインのこの限定版ですよね。限定版の情報をちょっと見なきゃいけないですよね。あれ、限定版の情報ってどこだ？限定版の情報はあれ？限定版の情報はプロダクトかな？こう、製品一覧。あ、限定版ラストリコレクションエディション、ソードアートオンライン本編は、通常版で、限定版はソードアートオンラインラストリコレクションゲーム本編限定版パッケージだから、これよくよくあるその通常版と、まあ、スイッチとかだとよくあるのが、通常版が限定版にまんま入ってる時があるんですよ。だけども多分これはコードが違って、通常版と限定版では例えば、裏面めくったらバーコードがないとか、多分、まあそういうのがあって製品コードが違うものが入ってるよっていうニュアンスだと思います。で、アベックっていうのかな、エーベック氏、書き下ろしキービジュアル限定収納ボックス、まあボックスね、当然。で、2枚組 CD 収納用スペシャルケース、うん。で、そこにはオリジナルサウンドトラック CD とオリジナルドラマ CD が入ってくると。で、特別調査紙として電撃ネバーギア、ボリューム7。で、アベック、書き下ろしキービジュアル、アクリルボードと、キービジュアル、キャラファイングラフが入ってる。
あ、違う、キャラクターには入ってないんだ。ここまでか。アクリルボードまでが入ってんのが、この、リコレクションエディションですね。で、あとは、パッケージ版早期購入特典とか、店舗オリジナル特典は、この辺は多分手渡しだと思うから。まあまあ、パッケージ早期特典、購入特典がもしかしたら中かもしれない。ちょっとこれわかんないね。という感じになってるんで、これはいいや。ということで、パッケージ版。これか。これですね。まあ、こういう感じの。だから、あー、なるほど。そのパッケージの絵柄がまず違いますよね、ほら。だから、これはね、これはお得なのかなんかわかんないけど、両方の絵柄欲しい人とかね、大変ですね。コレクターさん大変ですね。そう、僕は通常版だけでいいと思うんだけど、まあね、両方欲しい人とかね、両方の絵柄を欲しい人とか大変ですね。という感じでしょうか。はい。